昨日は本当にありがとうございました。もうとにかくひとまず勝ててほっとしています。まあ、内容的にはまだ全然まだまだなんですけど、まあ、まだまだこれからどんどん頑張っていこうかなと思っています。本当に東京ドームで試合させていただいて、みんなからたくさんパワーいただきました。またこれからもっともっと頑張ってもっと強いチャンピオンにならなくちゃいけないなと思っています。試合が決まってから本当にすごく集中してボクシングを取り組めたかなと思っているので、まあ、まだまだ自分の中でも成長できると思っているので、これからもよろしくお願いします。昨日はありがとうございました。昨日言ってたその武井選手と直哉選手のスパーリングって興味深いんですけど、いつ頃どういう言わなきゃよかったねどういう意図でテンション上がっちゃってるのかもう、どういう意図でいつ頃いやあのだからやりたいって どうなんだろうお互いがやりたいって言って、でも僕はやらしたくなかったんだけど、僕が一方的に、あそうなの、そうね、いやいや、それがやっぱり試合の12ラウンドの最終回のような展開になってたんで、まあだからやらせない方が良かったのかなと思ったけど、まあ考えてみると同じような展開試合になったんで、だからそれまあ僕はもっと全然武井も楽勝で勝つと思ったんで実は、はい。でそれがまあああいう展開もあるんだなと思ったら本当あの展開になったんで、スパーリングの時のようなだからあの経験がすごい生きたと思いましたね。それは試合のどれぐらい前ですか？結構近かったですよね。近かったもう、だからもう近すぎてやめようっていう感じになったんですけどでもやりたいっていうんでやらせましたけど、何週間とかそういうの？何週間？4週間ぐらい。4週間、1ヶ月は来てましたね。1ヶ月は3週間前、3週間くらい。それ武井選手はあのどういう感じ、スパーリングの時どう感じて、それが試合に来たとかそういうのって どうでした？ああいや本当にでも すごくはい、いい経験をさせていただいたんですけど、もうボコボコにめっためたにやられまして、うん、あの、はい、一方で打たれながら、あそう言ってました、止められちゃうぞ頑張れ頑張れってこうそう言ったスパーリングみたいなの初めて見たんで、はい、格闘技人生で一番ボコボコにされました。ありがとうございました。おっす。それはなんか試合に臨むにつれて、それを経験したことによってみたいなのって あったんですか。そう。モロニーの直哉選手ほどじゃないみたいな。そうですね。はい。でもやっぱ直哉さんとそういう練習をさせていただいたのは、まあ、自信にはなんないんですけど、はい、いい経験だったので、あれそれは本当に。はい、試合に来たと思います。ちなみに何ラウンドだ？10ラウンド直哉選手は初のマスは昔やってるって言ってましたけど、あ、まあでもマスに毛の生えてるもんですよ、うん、そうです、あお互いですよ、お互い、うん、それまあ一緒、あの1ヶ月も来てるんで、もうガッチガチの殴り合いというか、もうそしたらスタミナがなくなっちゃってすいません。では時間となりましたので、最後にあの会長とチャンピオンの皆様に一言ずついただいて終了させていただきます。はい、会長、あの、はい、まあ、大橋チーム30周年イヤーが、うん、まあ、始まったばかり、少し1年続くと思いますが、まあ、3人のチャンピオンたちとどういったことを、うん、期待していますか？そうですね、もうおそらく予定では9月にやる予定なんですけど、まあ3人で誰が出るかちょっとまだ、あ、井上尚弥チャンピオンは間違いないんですけど、他はどうなるかちょっとまだ未定なことと、あとまあ昨日の試合に関して、そのルイス・ネリタ井上尚弥はこの何十年間のボクシング界で史上最高の緊張する1ラウンドになるって言ったらその通りになっちゃったので、そういうことを言うのは気をつけるよ。武井選手と八重樫さんからって、あの試合前はあのポイントアウトするされるか一発で倒せたみたいなことをこう言ってましたけど、ちょっとそういう意味では予想外の展開で、ほぼ最初から終盤までずっとポイントを取るような感じでこう支配してたんで、ああいう展開になるっていうのは予想していたのか、もしくはもしなぜああいう展開ができたのかって、ちょっと今試合終わって振り返って思うことがあるかもしれない。はい、そうですね、あの、まあ、判定で勝てるっていうのはあまりというか全く想像しなくて、
なんかどっかで一発当てて倒して勝つっていうのはずっとイメージしてたんですけど、その自分の当てたいパンチをなかなか当てさせてくれなかったマロニー選手がやっぱテクニックがやっぱすごかったのかなという感じですかね。はい、ですか。私ですか。お願いします。はい、そうですね、判定だとポイント持ってかれると思ってたので、判定まで行ったらって言うんですけど、ポイント持ってかれてそうなる可能性があると思ってたんですけど、その、やっぱ試合が決まってからのこの昨日までの日々の武井の成長が、その判定でもポイントを取れるようなボクシングになったんじゃないかなと思ってます。何よりついこの前の会見でも言ったんですけど、ワンツーが打てるようになったと僕言ったんですけど、みんななんか嘘だろうみたいな感じだったんですけど、本当に嘘じゃなくて昨日ちゃんとワンツー打ってたんですよ。あれが彼の成長なんですよ。だからその成長のおかげで多分ポイントも取れたし、昨日勝つことができたんじゃないかなと思っております。当てる。ありがとうございます。